はい、こんばんは。ミスターマイアミ様へのメッセージになります。前回はですね、ミスターマイアミさんからアメリカでは株式投資は当たり前だよということをね、大筋でお話しいただきました。確かにね、退職金とかそれから生涯の収入とかって考えた時に、アメリカではやっぱり株式っていうのが最も発達してるんだろうなと思ってたんですよね。でその真似をして日本も個人投資家さんっていうのがここ10年20年でインターネットの発達とともにまた出てきたのかなと思います。特にその中でインパクトが強かったのが2005年までに続いたライブドアという会社なんですね。株式ですね。これが一株がどんどん1万分割とかして一株500円とかで買えるようになったんですね。一株500円で株式が買えるようになると、確かに小学生も将来ライブドアに行くぞみたいな感じで株をね、お年玉で買ってみたりとかで、自分が株式を持ってる会社なんてのはやっぱりね、こう気になりますから、よく見るようになったりとか応援するようになると、将来就職するかもしれないなと。そうですよね、小学校6年生の方が10年後もう就職する時期ですから、考え出してもおかしくないですよね。まあ、こういうことで株式市場の活性化っていうのがどんどん進んできたわけなんですけども、一方で株式っていうのは何もわからない人がわからないまま、そこにね、資金を投じてしまうと。しかもそこに大切ななくしてはならない資金を投じてしまうってことも結構あるんですよね。はい、ミスター MIA さんも投資信託ってものをやってね、固くいくっていう道を選びましたけども、個別銘柄っていうのは経営分析ができないと基本的には投じることができないんですよね。経営分析なんですよ。だから起業されてる方とか事業されてる方とか、自分の会社のこのね、事業計画書ですとか経営分析とかできれば、結構ね、他社の株式っていうのも闇雲に買うよりか確率高いんではないかなと思いますけども、なんせ日本はサラリーマン社会です。起業される方は少ないと。起業されても、実質的には起業ではなくてね、下請けをしているだけという形がありますんで、なかなか企業分析、経営分析までは至らないのかなと思います。指揮法なんてね、読んだことがない方が大半だと思いますし、なんせ私が株式に対してすごくね、多くの方がすごいことやってるなと思うのが、その余剰資金でやるとか言いながら、余剰資金の定義が曖昧だってことなんですよ。私はここに10秒後になくなってもいい、構わないお金っていうふうに定義づけました。多分こういう定義も誰も言ってなかったと思うんですよ。で、余剰資金と言いながら自分の大切な、大切な保険のお金を解約してとかね、貯金をこっちに持ってきてとか、計画してない使い方をしているんではないかなと思うんですよ。これが無計画な資産運用なのかなと思います。こういうふうに考えていくときに、私は全ての行動に言葉の定義をきちんと自分で決めて、それに従っていく。そしてあまりにもその定義が間違っているなと思ったら、定義を変えてまたそれに従っていくってことを繰り返してできていくのかなと思うんですよ。私の投資の定義っていうのは、いつも申し上げてますんで、ここでは割愛しますけども、そういったことを、ミスターマイメさんからね、株式っていうのはやっぱり夢がある分怖いんだろうなということね、感じました。この怖さ、恐怖がね、私を学びに駆り立てるわけなんですけどね、皆さんはどう感じになったでしょうか。さあ、それではですね、アメリカの株事情を知った上で、ちょっと前の話に戻るんですけども、私がね、マイアミ、フロリダなんですけども、フロリダにものすごく注目している理由っていうのが、ガルフブリーズ州っていうところね、ガルフブリーズっていう町に、エドワード・ウォルターズさんっていうね、建設会社の社長さんがいらっしゃったんですけども、なんせその人がね、宇宙人にさらわれたりとか、宇宙人とか UFO の円盤を毎日のように撮るってことで、結構ね、日本で話題になってたんですよ。で、これがね、私が小学生の頃とか中学生の頃なんで、もう30年前だと思うんですけど、35年とか前なんですけども、どうですかね、フロリダで宇宙人や UFO が出てくるなんて話題はあるんですかね。それというのも、なんか最近ね、世界中で UFO 出てくるっていう話はあんまり聞かないんですよ。ただ UFO の映像はすごくね、作られているっていうかね創作されているんですよ。だからそういうことを見た時に、ちょっとせっかくなんで、フロリダに住んでらっしゃるね、ミスターマイアミさんに、宇宙人や UFO についてアメリカの方ってのはどういう意識を持ってるのかなっていうふうに聞いてみたいんですよね。エリア51なんてのはね、私にありますけども、あれも単なる観光地でエリア51ってつけてるだけだと私は思うんですけども、あそこに本当に宇宙人がね、秘密兵器を作ってるんだとかね、そういうことを言うのは
ちょっとなんか煽られすぎなのかなと思います。もちろん私は宇宙人や UFO がどっかでいて何か活動してるとは思うんですけども、それがねアメリカ空軍とすぐに結びつくっていうのは、ちょっとまあ考えすぎかなと思うんですよ。実際にそうだとしても何の証拠もなくって宇宙人とアメリカ空軍が英語で契約を交わしたりとかっていうのは、まあ、荒唐無稽かなと思うんですよ。もちろんね本当にそうなってたらなってたでなかなか興味深いんですけども、今の時点で結論を出すことはないかと思いますね。ミスターマイアミさんからのちょっとね宇宙人事情、 UFO 事情、アメリカに対してアメリカにいてどういうふうに感じていらっしゃるのかちょっと聞いてみたいかなと思います。それでは以上でございます。失礼します。